こんにちは、柴田です。今回ですね、千葉管楽器さんからこちらのギターを借りてまいりました。不次元のギターになります。まあ、不次元はね、皆さんご存知かと思うんですけれども、一番最初にフェンダージャパンを製造していた会社です。今はね、オリジナルブランドをバリバリ売っているので、そっちのイメージの方が強いかもしれないですね。まあ、その不次元のギターなんですけれども、こちらはですね、エキスパート OS というシリーズでオーダーメイドギターになります。今回ですね、どういったオーダーを不次元でできるのかっていうのを、このギターを見ながらですね、スペックなんかをご紹介させていただきたいと思います。ホームページには、不次元エキスパート OS は不次元サイト限定のオーダーメイドギターです。約45日間の製作期間後納品になりますと。価格はですね、約15万円から20万円の間と。まあ、高いか安いかっていうと、オーダーメイドでその値段はまあまあ安い方だと思いますね。しかも安心安全な不次元。まあ、ただですね、このオーダーメイドっていうのは、ボディの形を自分のオリジナルにできるというわけではなくて、セレクト方式のオーダーメイドです。いくつかあるうちから選んで、ネックアジはこれにします、指板はこれにします、ボディはこれにしますというふうな感じでオーダーしていくセレクトオーダー方式ですね。まずネックから見ていきましょうか。不次元の有名な CFS サークルフレッティングシステムが搭載されております。若干フレットはこういう風な形、 U っぽい形になっていて、究極までピッチの狂いをなくすフレットのシステムです。ネックなんですけれども、このギターはメイプルにローズウッドの指板、形は U シェイプになっております。他にもですね、選べるようになってまして、メイプルメイプルの U タイプ、そしてメイプルメイプルの V タイプ、この3つからですね選べます。ヘッドの形は統一されているようですね。ロゴは結構豪華な感じのインレイになってます。で、ナットは一般の牛骨かオイル漬けが選べますね。これはオイル漬けの方ですね。ちょっと色がついてます。フレットもね、2種類あって、ミディアムジャンボとヴィンテージサイズ、ちょっと小さめですね。この2種類から選べます。でね、フレットエッジ処理、これがね結構すごいなと思ったんですけれども、ギターをこう握った時に結構角張ってるなと思う時ありませんか。このフレットエッジ処理っていうのは、フレットのバリを取ってるだけではなくてですね、ここの横サイドも丸っこく仕上げてくれてるんですよ。なのでフィット感がねすごくいいです。で、ネックのフィニッシュはナチュラルフィニッシュとヴィンテージナチュラルフィニッシュということで、これは普通のナチュラルフィニッシュですね。マットな感じの仕上げとなっております。続いてボディです。これはですね、ボディがマホガニーになってるんですよ。マホガニーのストラト、いいですよね。他に選べるのはアルダー、ライトアッシュで、フレームトップのマホガニーバッグ、そしてキルトトップのマホガニーバッグ、こういった感じでトップの模様もですねセレクトできると。これだけねボディ材が選べるっていうのはね、かなり自分の好みの音に近づけれるんじゃないかなっていう感じがします。で、ボディカラーはですね、結構自由に選べるようで、キルトメイプルだったりフレームメイプルをトップにしていると、やっぱシースルー気味で木目が見えるようにしたいですよね。このギターもね、しっかりと木目が見えてます。マホガニーがね見えてます。で、後ろ行きましょう。こちらラウンドカットヒールという風な感じで、ハイフレットがね弾きやすいような加工ですね。ボディの一部を丸くカットして、で、このジョイントのプレートも丸くなっていると。で、このジョイントの部分なんですけれども、ローセッティングセットアップ、通常のギターよりもですね、ネックが深めにセッティングされているということで、弦を低い位置に構えることができるという風な感じです。そして金物系ですね、色が選べるようになってます。これね、シルバーですね。ペグはロック式でシルバーになってます。基本的にはクルーソンタイプですね。で、ストラップピンもね選べるようになっていて、これ結構ねいかつい感じの形になってます。これは EPB3、 他にもですね、シャーラータイプのストラップピンにもすることができます。で、続いてピックアップなんですけれども、座繰りはね基本的に HSH になっておりまして、それに合うような感じであればどれを設置してもいいと。で、ミニスイッチもですね付けれるようになっております。
このギターはボリュームトーンで真ん中にタップですね。リアハムともにタップになるようにセッティングされてます。ピックアップの種類は不次元の中から選ぶようになってるようですけれども、このギターに関しましてはダンカーのカスタムが載っているので、もしかしたらオーダー出した時にピックアップを持っていけばお好みのピックアップをセッティングしてくれるんじゃないかと思います。そしてブリッジはウィルキンソンのものが付いております。これもねゴールドが選べます。というふうな感じで急ぎ足でやってきましたが、これね音をねこの後鳴らしていくんですけれども、一番印象的だったのはこのネックですね。ネックの握りやすさと弾きやすさ、フィット感っていうのが非常に良かったです。フレット自体のバリ取りがしっかりされていて丸っこくなってて、しかもここの端っこも丸くなっているというところで、これはねちょっと他のギターとは違うところだなと、不次元のこだわりを感じられる場所だと思います。それではこの後音を鳴らしていきます。